弟が来ております、どうぞ。過去暴露ってもう何でも言っちゃって大丈夫、はい、便座を抱えながら寝ていたというねりっちゃんです。はい、ということでですね、サムネやタイトルを見てもらえばわかると思うんですけども、本日はスペシャルゲストとして私の弟が来ております、どうぞ。パチ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 。はい、ということでですね、私の弟改めレッドリンクスのレアルです。はい、どうもこんにちは、レッドリンクスのレアルです。はい、よろしくお願いします。ということでですね、とは言ってもですよ、はい、あの4月1日にさ、エイプリルフールの日にそのレッドリンクス側の方で兄弟でハッピーウェディング前ソング踊ってみたっていう動画を出したじゃないですか。はいはいはい、はい、でもみんなのそのコメントとか見たら、兄弟って書いてあるけど今日はエイプリルフールだから嘘なんでしょっていうコメントがすっごいたくさん来てたんだよね。私たちの代わりになんかわかんないけど、違いますよとか言ってくれてる人とかもたくさんいて、実は本当に本当の本当に本当に本当に本当の兄弟です。ガチガチです。でもあの動画をね見たり、あとはあのボンボンの方のサブチャンで上がってた動画を見た人はね、いやあの時リアル敬語じゃなかったって思った方もいると思うんですよ。実はですね、あの最初はあの動画ではまだこう兄弟ですっていうのを発表するつもりがなくって、で私的にもこの動画出したらなんかもしかしたらお似合いじゃんとか、え、つけちゃいとかコメント来るかなってちょっとね話してたのね、私たちとか、まあ、あとはそのボンボンとかレッドリンクスの子たちとね、はい、みんな話してたの。なんだけども実際に完成した動画をね見たら、もう私たちが似すぎて服がねペアルックだったっていうのもあるし、まあ、あとは最近ちょっと髪型もねめちゃくちゃ似てて、もう双子みたいな感じになってて、もうじゃあ兄弟ですって言っちゃおうということで、すいません混乱させてすいませんでした。まあなんでね、今までもコラボとかしてたのに今、まあ、このタイミングで兄弟ですって発表したかというとですね、まあ縁があって2人ともまあウームで YouTuber としてこうやっていくことになって、でまあ今までもあのコラボもね、まあ、何回かしてたんだけど、リアル的にね私の弟っていうことのこうパワーを使わずにちょっと自分の力だけで頑張りたいみたいな、そういう希望とかがあって、まあ、今までね3ヶ月4ヶ月ぐらいかな、まだ秘密で、まあ、コラボとかしたりしてたんですけども、まあでもそろそろいいんじゃないみたいな、まあだいぶねレッドリンクスの方もファンとかもついてきて結構力もついてきたから、じゃあこのタイミングでせっかくだからじゃあ発表しちゃおうかみたいな感じになって、この度やっと発表することになりました。皆さんお待たせいたしました。お待たせいたしました。ここまで説明してもね、まだね多分信用してない方もいると思うので、今回は、まあ、私たちの、まあ、昔の写真とか弟なんでね、まあ、私の過去暴露って本当に結構言っちゃっていいの、もう何でも言っちゃって大丈夫、はい、ということで多分ね今までも質問コーナーとかさ、いろいろ暴露とかボンボンでやってきたけど、多分一番の暴露になると思う。でですね、まあリアルじゃないですか、はい、まあ、なんですけど私、まあ、普段はケンちゃんって呼んでるんですよ。まあとか、まあ、普段はってか、まあ、昔からね、そうですね、もうずっとケンちゃんって呼んでて、はい、まあ姉ちゃんか。姉ちゃん、ケンちゃん、うん、姉ちゃんです、ね。そうって、まあずっと呼んでるので、ちょっとこれからはちょっとすみません、いつも通りケンちゃんで呼ばせさせていただきます。はい、皆さんはレアルでいいんでね。じゃあまずは結構ちっちゃい時の写真をちょっとみんなに見せていこうかな。はい、まずはこちらの写真です。ドーン。はい、ということでね、こちらの写真これ何歳ぐらい？1歳とかだよね。うん、で、私3歳とか、多分、うん、めちゃくちゃ可愛いよね。ね、めちゃくちゃ可愛い。なんで叩かれてるの？叩いてよくない？叩いてるかもしれない。よしよしってしたりしてるかもしれない。ね、いや、マジでね、この頃はね、マジで可愛い。いや、特にケンちゃんも可愛い。うん、ね、自分で言うな。さすがに小学校入る前の記憶とかは全然ないもんね。あんま覚えてないね。この辺とかもうちょっと小学生っぽい、うん、ちょっと2人とももしかしたら、どうだろう。でもまだケンちゃんがもしかしたらまだ幼稚園生かもしんないって感じかな。だから私のこの歯抜け具合から、まあじゃあ幼稚園とか小学校の時の私ってどんな子供だった？迷路快活じゃないですか。どこだね。あ、そうだね、うん、そう、だってよくみんなにさ理想って言われてたよ。そうなんだっけ。服も全部男の子用のところで買ってた。スポーツとかもすごいめっちゃやってたイメージ。あー、まあ確かに。でもなんか運動神経がいいってタイプでは多分なかった、ね、なかったなかった、うん、そうだ、運動神経はケンちゃんのがめちゃくちゃ良くて、もう猿だったもん。そんな、なんか猿、身軽だった。そういう、そうそうそう、系に関してすごい身軽で、運動神経がなんかすごい、多分足もまあまあ速かったよ。いや、え、そうかった、小学校の時。あ、そうだっけ。で、私はなんか普通で、でも私は結構努力して頑張るタイプだった。だからあれだよ、休みの日にさ
その私とケンちゃんとあとお父さんの3人でサッカーをやってて、ね、お父さんゴールキーパーで何1対1みたいな感じでボールをこう追いかけ回してっていうのをやってたよね。ずっと土日は基本外行ってみんなで遊んで、うん、でファミレスでご飯食べて帰って寝るみたいな昼寝するみたいな。私の記憶だと、うん、なんか何カードゲーム系ー何あれ何のカードわかんないけど、なんかいろんな、うん、なんかカードゲームとかそうガッシュベルとか、まあ、カードが好きでカードゲームが好きで、でもそのカードゲームってこう一人じゃ遊べないじゃん。でそれでそう私になんか対戦してって言ってくるのね。なんだけど私は全然ルール知らないわけよ全く。で全然知らないでやるじゃん。でそしたら、まあ、負けるじゃん。で負けたら私がんだよみたいになってでなんかそれちょっとなんか喧嘩的になったことある気がするけど、なんかあんまりねそれぐらいで殴り合いの喧嘩とかは全然ない。あーない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 。じゃあ中高生の時は中高生の時はね写真があんまりないんだよね、やっぱりね。その頃は私は私立だったからね。私は私立行ってでケンちゃんは公立だったからね。全然違ったね。どうだった、なんかその変わった小学校の時。なんかわかんない、家でしかまあ見なかったから。あー中高になってからまあどっかに遊びに行ったりとかはあんまなかったね、うん、家族旅行で、ね、そうだね夏とかね、うん、家族旅行ぐらいだね確かに。そういう遊びとかは、ね、じゃあ大学時代の私はどうでしたか。すごいんですよ僕がまあ2個下なんで高2の時から大学1年生か、うん、大学入った時がもうやばくて、大学入って、うん、姉ちゃんが二十歳過ぎて、うん、お酒をまあ飲み始めたわけですよ。そうですね、はいはい、この人ですね、うん、酒癖がめちゃめちゃに悪くて本当にベロンベロンになって帰ってきたりなんか怪我して帰ってきたり怪我してたっけわかんないけど、うん、あった気がする、うん、あと帰ってきたのを知らなくて、うん、普通に寝てて、うん、次の日起きて、うん、トイレ行こうと思ってトイレに行ったら便座を抱えながら寝ていたというねトイレでね、そのままちょっと気持ち悪かったんだよね、多分ね。気持ち悪くて、ちょっとほら、うん、ベッドでね、もしちょっと入っちゃったりしたらまずいなと思って、うん、多分そこで寝ちゃったのかな。本当か、すいませんでした。それを見て、めちゃめちゃ幻滅したんですね、うん、僕は。そうね、今まで尊敬してたからね。そう、それ多分大学時代にもそれ言われたのよ、ね、そのことを直接言われて、今までは尊敬してたけど、みたいなちょっと悲しかったです。で聞いて、そう、すごい泣きそうになった、マジで。いや、その尊敬、まずその今まで尊敬してくれてたんだってことが嬉しかったんだけど、うん、でもその信用を失ってしまった私と思って悲しかったけど、でも結局下げ癖はあんま治んなかったね。うん、そうだね、うん、でもおかげでね、反面教師で、うん、まあ、僕は本当に全然下げ癖悪くないくなったので、確かにね、そうだね、やっぱ私の影響ある、あると思うけど、まあ、元からでもあーなりたくないみたいな、あでもそうかな、なんか根底にはあるかもしれない。だから、うん、ペース配分考えて飲むようにはしてるかもしれない。あー確かに、だって全然見たことないもん、ベロベロになってるところ、マジで。あ、まあでも、うん、それ以外にもちゃんとあって、え、なになになに、はいはい、第3の最後の方か、うん、小学生に戻ったかなみたいな。別にファッションセンスとかも、ね、すごいいいので、うん、全然そういうところじゃなくて、好奇心持ったものに対してのこの行動力が、うん、ああ変わった、すごかった。あ、カンボジアにボランティア行ってたりとか、あとヒッチハイクしてたりとか。ああ、はい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 。で自分でも YouTube 投稿を始めたんだよね、確か。そうそう、就活後、ね、あ、でも確かそれも大学4年ぐらい、うん、3、4年ぐらいだった。そうそう、うん、急に家で撮り始めて、風船パンパン盛り始めて、はい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 、お父さんに怒られるっていうそれも見てて、なんか正直、なんか、また変なバカなことやってるよって思ってたの。でもまあ、その行動力とかが、うん、僕すごい考えてから行動するタイプなんで、うん、まあ、考えただけでこう、踏み出せないことはい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 、そういうところはやっぱ、あ、まあそこはまあ今でもかな、確かに、ね、尊敬というか、もう自分じゃ絶対それできないから、あ、思い立ったらすぐ行動みたいなできるのはすごいなって。おー、なるほど、そうなんだ。それは初めて聞いたわ、うん、まあ、やりたいことをやるというか、うん、そうね、それのおかげでまあモンモンにも入れたわけだしね、うん、まあそれでね、まあ、見てて、うん、YouTube ではい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 、いいなっていうのもあって、まあ僕もオーディションにこう、はい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 、ね、あーそうかそうか、やっぱ何、私がやってるの見ていいなっていうのはあった。うん、楽しそうだなっていう感じ。おお、いやー、でもめっちゃ嬉しいよ。いやでも私もまさかケンちゃんも YouTuber になるとは思ってなかったけど ね全然思ってなかった。いやそれは思った。いや本当に自分でも思った。いや本当にこんな風に動画撮らんと思ってなかったね。じゃあちょっと最後に
わかんない、これはでももしかしたらわかんないかもしれないけど、うん、もうけんちゃんから見たっていいんだけど、うん、私の今までのこうなんか恋愛の面ってどうだった？あ、まあちょこちょこ話聞いたりもしてたから、うん、まあでもそんなに深く詮索してなかったから、まあね、知らなかったけど、まあ、でもまあ正直ね、うん、弟目線から言うと、うん、この人のどこがいいんだろうってすっげえずっと思ってた。おい！だってさ、おい！まあなんていうの、まあ、中高になってから、ねうん、その男っぽさちょっとなくなってきたとは言いつつもさ、まあね、これですよこれ。確かにね、まあその、ね、分かる分かる。だからその女の子っぽさがね、確かに他の人と比べると確かにね。まあ、自分だったら多分、うん、選ばない。あんまり。だ結構女の子っぽい子が好きか。そうね。確かに女の子っぽい子かもね。なかなっていうのもあるけど、ああ、おい、まあまあでもそれはね、まあでも兄弟はまあそういうもんだよ。逆にちょっと気持ち悪いよ。そんな、いやもうお姉ちゃんが一番です。もうお姉ちゃん以上の人は見つけられませんとか言ったら私も困っちゃうからね、逆にね。モテる方だったと思うけど、ね。マジで？え多分えじゃないの？いやそんなモテてなかったよ。あそうなんだ。えでもなんかムードメーカー的位置には多分ずっといた人だと思うから。まあだからその友達とかは結構ね、あなるほど、普通にいたかもね。少なからず、まあ、男女から人気がある人だったんじゃないかなっていうのはすごい思うかな。ありがとうございます、はい、ということですね。今回はまあ私の弟がまあ一緒に動画を撮るってことになったので、私のまあ過去についてとかをちょっと聞いてみました。いかがだったでしょうか。まあ多分ね、今までのちょっと動画ではまあ言ってなかったようなことももしかしたらあったかもしれないです。ということですね。まああの2人ともこうやって YouTuber 一緒にやってるので、これからもね多分コラボとかしたりすることもあると思うので、まあその時は温かい目で見守ってください。あとはね、せっかくまあ兄弟でやってるっていう、なかなか YouTuber の中でもそんなたくさんはいないから、うん、なんかこの兄弟でなんかやってほしいっていう企画とかがあったら、うん、ぜひぜひコメントとかで教えてください。お願いします。ということで、この動画が面白かったら高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。今日の動画